こんにちは。そこを健康なうの時間です。今日はですね、簡単にリラックスできる方法をお教えしたいと思います。同時に、自律神経系、免疫系の安定にも効果がありますので参考にしてください。まず、人間というのは緊張するとつま先に力が入りやすくなります。またストレスが続くとつま先に力が入りっぱなしになってリラックスできなくなってしまいますので、その解消法をお教えしたいと思います。まずはですね、膝を立てて仰向けに横になってください。ポイントはこの時にかかとから息を吸うイメージをすることです。そうすることによってつま先の緊張が緩んでいきます。ポイントは足の裏の有線というツボがあるんですけども、その部分または足の裏全体で息を吐くようにイメージするとよりリラックスできます。少しの間こうしておいてもらって、手足がジーンとしながら緩んでいくのを感じれば OK です。ちなみに有線というツボなんですけども、分からない方のために説明しておきましょう。ペイ先生お願いします。はい、有線とは足の裏のこの指の付け根の部分、ここの足の指をこう曲げた時にできるくぼみのこの真ん中のところが有線というツボです。わかりますか？ここの真ん中です。はい、以上、川越とペイ先生がお送りしました。ではまた。